マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。ここ最近、たったの1キロすら痩せることができない。私の何が悪いの?って思ったことないですか?そこで、この動画をご覧いただきますと、痩せる人がしている生活習慣がわかるんです。もしあなたが1日も早く痩せて綺麗になりたいなってお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せる人の生活習慣3選について詳しくお伝えしていきます。では動画のお話流れです。1つ目の項目、なぜこの生活習慣をしている人が痩せることができているのでしょうか。2つ目、痩せる生活習慣3選を詳しくお話ししてまいります。では1つ目の項目です。なぜこの生活習慣を行っている方が痩せるのか、その理由の2つポイントはこちら。1つ目、腸内環境が整っていらっしゃるからなんですね。これはですね、とっても大切なんですよね。あなたが今までどんなに頑張っても痩せたとしてもリバウンドしてしまうとか、もうたったの1キロもね痩せない、こういったのはですね、あなたが終わるんじゃなくって、あなたの腸内環境が悪いだけなんですよね。そこをしっかり整える生活をすれば、必ず痩せ体質に生まれ変わることができます。なぜかというと、腸内環境が乱れているまま、どんなにねいろんなこと頑張ったとしても無駄ですね。水の泡です、努力がね。なので、じゃあどうしたらよいかっていうと、腸内環境が整うイコール腸内細菌のバランスが良くって、とても元気で種類が多くって、いつまでも腸内に住み着いてもらえるようなお食事をしているかどうか、生活習慣があるかどうかということがポイントになってくるんです。後ほど詳しくお伝えしていきたいと思います。では2つ目のポイントは、自律神経のバランスが整っていらっしゃるからなんですよね。ここもすごく大事ですね。まあ、自律神経というと、まあ、この名の通り自律していますからね、なかなか自分ではコントロールできないものになるんですけども、ある工夫をすることで、例えばストレスがかかっていたとしても、いろんなことがあったとしてもね、ご自分でそこをさっとリセットすることができれば、結果自律神経がやはり腸内臓を動かしているわけですから、そことねこうタッグを組んで、まあ頑張ると効果が早いですよっていうお話をしていきたいと思います。ではここから2つ目の項目です。痩せる方が行っている生活習慣3選ということで、3つそれぞれお伝えしていきたいと思います。まず1つ目はこちら、腸内環境が整う食事を召し上がっていらっしゃるからですね。さらに詳しくお伝えしていきます。ではここから、腸内環境を整えるために必要なお食事の種類は4つカテゴリーに分けてお伝えしていきますね。まず1つ目は、発酵食品を食べましょうになります。どんな発酵食品召し上がっていらっしゃいますか？特にね、難しく考えなくても大丈夫です。もうベース日本食が、まあ、そもそも発酵食品文化ですから、日本食中心で和食ですね、召し上がっていただければ丸です。例えば私でしたら、朝食からお味噌汁とか納豆とかぬか漬け、あとはそのヨーグルトであったりキムチとかチーズですね、こういった一度もう発酵してあるものを召し上がっていただきますと、食べた時にですね、まあ、腸に負担がまあいかない、プラス痩せ菌と呼ばれる善玉菌がねたくさん含まれているのが、やはりこの発酵食品になります。なので今お伝えしたような発酵食品を朝昼夜とまんべんなく、まあ、全種類取れたかなとかね、まあ、こういったチェックの仕方で良いです。一度に全部食べようってしなくても大丈夫ですから、分けてトータルで今日取れたかなっていうのをねチェックしてみてくださいね。でまた調味料も発酵しているものがたくさんあるんですよ。まあ、お味噌もそうですし、あとお醤油とかね、まあ、これも発酵調味料ですよね。で私は手作りで塩麹を作ったり醤油麹を作ったり、まあ、このね作り方また別動画でありますから、この動画ご覧いただいた後ご興味ある方はチェックしてみてください。とっても簡単に作ることができちゃいます。では2つ目、食物繊維ですね。これも痩せるためには非常に重要なことになってくるんですよね。そもそも食物繊維を食べると食欲をね抑えることができますし、太るもと、
血糖値の急上昇も抑えることができる、イコール脂肪を溜め込みにくくしてくれる、その状態をすでにも作っておくことができるわけです。ですのでしっかりと食物繊維を含んだもの、まあ、ネバネバ食品ですよね、海藻だったり里芋だったりお野菜系です、そういったのをしっかり召し上がっていただくと丸です。次にオリゴ糖、これもね腸内環境を整えるために必要なものになります。例えば玉ねぎとかバナナとか蜂蜜などに、まあ、いろんなね食材に含まれておりますので、ポイントはバランスよく食べるということですね。そして最後は EPA、DHA になります。これもねやはり主なものは青魚から得ることができるんですけども、まあ、そんなにね毎日青魚ばっかりサバとかアジとか食べれませんっていう方はですね、代用としてオイルで摂ることができます。例えばアマニオイルとかエゴマオイルとか、そういったオイルを例えば私でしたら納豆のタレにちょっとちょい足ししたりとか、お味噌汁にちょい足ししたりとか、ちょっとサラダのドレッシングに使ったりとか、そういった工夫一つでこの EPA、DHA は毎日一生懸命青魚食べなくても摂取できるので、あなたのペースでできるところから工夫して取り組んでみてくださいね。では痩せる生活習慣の2つ目はこちら、1日あたり天然水を最低 1.5 から2リットル飲みましょうになります。ここも詳しくお伝えしていきたいと思います。では1日あたりどんなお水を飲めば一番痩せることができるんでしょうか。おすすめはこちら、白湯になります。まあ、温かいお水ですよね。こちらですね、まあ、ただのお水と比べて、まあ、天然水の白湯であればベストなんですけども、まず白湯を飲むことで内臓が温まる、すると臓器がですね元気にやっぱり動いてくれるんですよね。でしかも脂肪燃焼効果があったり消化代謝がアップします。でデトックスも加速するんですよね。やはり悪いものを溜め込んだまま痩せることはできません。しっかりとまずは大掃除をした後にやはりいいものを入れる、これがね、まあ、鉄則ですから、そのためにやはりですね水分は大事とは言っても、お茶やそのカフェイン飲料ですねをばっかり飲んでしまうと、それはねやはり体液がね巡りません。一番スムーズに巡るのはやはりお水、中でも白湯が一番効果的です。でまたむくみ改善の効果もありますね。でなぜ白湯がこんなに良いのかというと、まあ、ここにね集約します。温まるわけですよね。そうすると体温がね一度例えば上昇しただけで、あなたは運動しなくっても代謝がなんと 12% も上がります。これはねいかがですか、味方につけた方がいいなって思いませんか。そして血流も上がるから、結局こういったねデトックスむくみ改善効果にもつながりますし、またね今大事、免疫力がなんと 30% も上がります。これから寒くなってきてウイルスの季節にまた来ますよね。その時にやはりウイルスに負けない体を作るためには体温を上げることです。そうすると免疫力もアップする、まあ、イコール腸にですね免疫細胞が全体の7割いると言われてますから、やはりその腸が汚れているような状態であればやはり免疫力も落ちてしまいますし、お体が冷えているとなおさら悪いと、まあ、ダブルで悪いということになりますから、ぜひ腸を整える活動、腸活にご一緒に取り組んでいきましょうね。では痩せている方が行っている生活習慣3つ目はこちら、睡眠時間を確保しましょうです。でベスト睡眠時間はやはり7時間は確保していただきたいなと思うんですね。なぜかというと、やはり腸という臓器はですね寝てる間に一番動いてくれるんですね。ということは寝不足の方は腸がしっかり動いていないわけです。なので太る、プラスやはりここも大事、睡眠不足ということはね、まあ、常に眠くてだるいわけです。そうするとこういった状態が続くということは、あなたが平気と思っていてもお体はねそうはいかないわけですね。もうそれだけですごくねストレスを感じている、常に。となるとストレス状態がずっとかかってるわけですから、その時にコルチゾールが出てしまって、あなたの食欲がですね増加、まあ、要はね暴飲暴食してしまいたくなってしまうというね、こういった成分がやっぱり出てしまうわけですよね。これは困ったことになりますよね。ですから痩せたければ、しかも健康的に、もう寝るのがねとっても大事ですから、あれこれ努力するのももちろん大事なんですけれども、ベースはね今お伝えした生活習慣3つです。こちら、腸内環境を整える食事と、しっかりと
体液を回す水分、しかもお水がベスト、左右でしたね。これをしっかり飲むこと、そしてまずは寝ることですよね。わかります。とってもねお忙しくって、もうあれもうこれもね、ご家族のお世話とかお仕事とか、もう本当に本当にね精一杯頑張ってらっしゃると思うんですよ。自分のこと後回しでね。なので結局睡眠時間がね、先生5時間4時間なんですという方すっごく多いんですよ。でもそれでは、ね、なかなかやっぱり根本的に痩せることはできないので、まずは週に1日でも2日でも3日でも増やしてください。最初に寝ちゃうっていうね、これすごく大事です。で残った時間圧縮して働きましょう。できます。なのでまずはこの生活習慣3つをですね、できるところから1つずつ取り組んでみてくださいね。いかがだったでしょうか。今回のこの動画では痩せる方が行っている生活習慣3選ということで、ポイント3つまとめてお伝えしました。できるところからスタートしてみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。